皆様おはようございます。天沼教会の安息日学校へようこそおいでくださいました。それではお祈りをして安息日学校を始めたいと思います。天の神様、この素晴らしい安息日の朝を感謝いたします。また安息日の恵みを感謝いたします。今から安息日学校を始めようとしております。どうかあなたが聖霊を豊かに注いでくださり、良き学びの時間となりますように、この時を心から感謝し、愛するイエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。このようにオンラインではありますけれども、皆様と共に安息日学校に参加できますことを感謝したいと思います。皆様にとってはどんな1週間だったでしょうか。今週もですね、ニュースではロシアによるウクライナの侵攻がですね、まずトップに常に出ていましたけれども、かたやですね、北京ではパラリンピックが開催されてて、なんかこの2つがこう同時に起こってるってことが何かすごく不思議というか、本当にこの2つが同時に起こってるんだろうかというような、なんか錯覚に陥るような1週間でありました。それではですね、聖書研究ガイドの学びを皆様と共にしていきたいと思いますけれども、今期はですね、ヘブライ人への手紙から学んでおります。で、今週は第11課、信仰の創始者また完成者であるイエスというテーマで、学んでいきたいと思います。では初めにですね、暗唱聖句を皆様と共に、暗唱したいと思います。それでは口語訳の方でですね、お読みしたいと思います。信仰の導き手であり、またその完成者であるイエスを仰ぎ見つつ走ろうではないか。彼は自分の前に置かれている喜びの上に恥をも厭わないで十字架を忍び、神の御座の右に座するに至ったのである。ヘブル人への手紙12章2節。今週はヘブライ人への手紙の11章12章のとこから学んでいきますけれども、テーマはですね、信仰です。この土曜日のですね、安息日の午後のところを見ますと、この著者はですね、クリスチャンの人生をレースに例えています。過去の信仰者たちはですね、リレーのように信仰のバトンを次の世代へと渡してきました。そしてこのレースはまだ終わりではありません。この最後のバトンを私たちが今持って、そしてこの私たちがレースの最終走者ということになります。この写真はですね、箱根駅伝、毎年お正月にですね開催されている箱根駅伝の写真で、今年は青山学院が優勝しましたけれども、このゴールでですね、監督が選手をこうねぎらっている写真が今写ってますけれども、私たちのこの信仰生活のゴールではですね、イエス様が待ってくださっています。で、今先ほど話したようにですね、北京でパラリンピックで、その先月にはですね、冬季のオリンピックが行われていました。で、
このパウロはですね、しばしばクリスチャンの歩みをこの選手に例えています。信仰の道のりをこう走り抜こうではないかというようなメッセージをパウロはよく使っています。このオリンピックに選ばれる人、そしてそこで金メダルを狙うような人は、他のもう全てを犠牲にしてそれを手に入れようとします。その金メダルをですね、手に入れた人は本当にすごく名誉で、いろんなものを得られるとは思いますけれども、聖書が約束しているものは、それに勝るものであると思います。今週の学びの中で、私たちクリスチャンがですね、そういう目の前にあるもので精一杯になるのではなくて、その先の私たちのゴールには何があるか、そしてそのゴールに向かって走るランナーとして私たちは今どう生きるべきなのかということを考えていきたいと思います。で、イエス様は信仰の創始者、そしてまた完成者というふうに言われてますけれども、でイエス様が私たちにどのような信仰のレースを走ったらいいのかというのを教えてくださっています。私たちを含めですね、過去の信仰者たちもまだこのゴールはしていないわけです。でも神様の約束に確信を持つことが信仰であると聖書は教えています。そして今週の学びは、その過去の信仰者たちの模範、そしてイエス様が示してくださった模範というのを学んでいきたいと思います。では日曜日ですね、信仰によって生きる義、ヘブライ10の35から39を読んでみたいと思います。だからあなた方は自分の持っている確信を放棄してはいけない。その確信には大きな報いが伴っているのである。神の御旨を行って約束のものを受けるため、あなた方に必要なのは忍耐である。もうしばらくすれば来たるべき方がお見えになる。遅くなることはない。我が義人は信仰によって生きる。もし信仰を捨てるなら、私の魂はこれを喜ばない。しかし私たちは信仰を捨てて滅びるものではなく、信仰に立って命を得るものである。信仰を捨ててはならない、信仰を持ち続けよとこのヘブライ人の手紙は言っていますけれども、一度こう信仰を持ってバプテスマを受けたのであれば、その永遠の命がそれで確定するっていうことならば、本当にそれはそれで私たちはね、嬉しいと思うかもしれませんけれども、聖書はそうではないというふうにこのヘブライ人の手紙から言っていることがわかると思います。私たちの運命ですね、信仰を持った者にとって今こう信仰生活を戦っているわけですけれども、その結果永遠の命なのか滅びに至るのかというものは、そのバプテスマを受けたからということで確定するのではなく、その信仰を持った後もさらに忍耐が必要な戦いが続いていくんだということをパウロは言っています。でこのヘブル10のところにはハバクク書が引用されていますけれども、このハバククという預言者が
活躍したのは、ユダ王国末期のバビロンの侵略の危機にあったときです。そのとき、主の裁きを祈り求めましたが、主が介入されるのを民は待たなければなりませんでした。で、このそれは主のご計画であったからです。で、主の助けが遅れているように感じることがあったとしても、決してそれは遅れているわけではないというふうに書かれています。私たちはこの主の定めた時というのをですね、待たなければならない時があるのです。そしてここに信仰が必要になってくるのではないかと思います。自分のですね、感覚や判断でこうその思いつきや自分の感覚によってこう判断するのではなくて、忍耐をもって神様が約束を成就してくださる時を待つ信仰というのが求められているのではないかと思います。そして神様の約束は時が来れば必ず成就するということをここから学んでいくことができると思います。で、この忍耐という言葉ですけれども、ヘブライ人の手紙の中ではたびたびこの忍耐という言葉が出てきますけれども、ヨハネの黙示録にもですね、ここに生徒たちの忍耐と信仰とがある、そしてここに神の戒めを守りイエスを信じる信仰を持ち続ける生徒の忍耐がある、忍耐っていうとですね、どうしても何かこう、暗いイメージというかですね、昔朝の NHK のですね、ドラマ連続ドラマ小説で「おしん」というですねのがあったんですけれども、私はもうまだ中学生か高校生ぐらいでですね、ちょっとだけ見た記憶があるんですけれども、忍耐強くですね生き抜いた女性の物語でしたけれども、日本では忍耐ということはすごく美徳とされています。しかし、忍耐するっていうことは、私自身はあまりこう好きではない、得意ではないような気がします。皆様も耐え忍ぶってことが私は好きです、大好きですっていう人はなかなかいないんじゃないかと思うんですけれども、この日曜日のですね、テキストの下の方に、書かれている言葉ですね、このように神が約束に忠実なので、その忠実さに対する応答として正しい者たちも忠実であり続けるのです。忠実であり続けるっていうことをですね、パウロは書いていますけれども、人生うまくいっているときはですね、神様に忠実であるっていうのは比較的普通というかだと思いますけれども、しかし私たちのこの信仰生活はいろんなことが起きます。さまざまな困難と向き合わなければならなくなるときも当然あると思います。それでも私は神様を礼拝し、信頼し続けますと言えるかどうか、私たちはですね、これからのまだ続くこの戦いの中で、神様を礼拝し続けるということですね、そういうことを忍耐を持って、していかなければならないと思います。この
神様を選ぶかどうかというのはですね、私たちのこう決断でありますけれども、本当に、そちらをですね選択し続けていければと思います。では続いて、月曜日ですね、11章1節からですけれども、ここはすごく特に有名な聖句ですね。さて信仰とは望んでいる事柄を確信し、まだ見ていない事実を確認することである。望んでいる事柄を確信し、まだ見ていない事実を確認する、なんか分かるようで難しいなと思うんですけれども、望んでいる事柄っていうのは、まあまだ多分起きてない、これから神様に願い求めていることようなこと、まあ、必ずそれが必ずそうなるんだ、神様は叶えてくださるんだということを信じること、そして、見てない事実を確認する、なかなか難しいことですけれども、これはまあ私たちがこう信仰生活を通して実証していくことなのではないかと思いますけれども、で次にですね、その旧約聖書に出てくる信仰者たちがいかに信仰に生きたかということがですね、次に述べられています。アベル、そしてエノク、ノア、そして、月曜日の中ではですね、アブラハムの信仰が選ばれていますけれども、アブラハムはですね、神様を信頼してどこに行くのかわからない旅を始めました。そして子供が与えられるということも彼は信仰によって信じました。アブラハムが子供が与えられるというふうにですね伝えられてから、実際に子供が授かるまで25年かかりました。そしてやっと生まれた一人息子のイサクを犯罪として捧げなさいと神様は命じられました。このやっと生まれた本当に可愛くてしょうがない息子をですね手にかけて殺せっていうのはですね、なんで神様はこういうですねひどいことを言われたのかなというふうに思うわけですけれども、まあこれはやはりアブラハムの信仰を試すためでした。なかなかこう約束されたこの子供が生まれずに、だんだん年取っていって、まあ、常識的にはもう子供を産むことは難しい年齢になったとき、まあおそらくアブラハムもサラももう無理じゃないかというふうに諦めていたと思います。でもなおですね、子供が生まれる、来年には子供が生まれているというふうにですね、その知らせを受けたときに、そんなはずないと、こうサラはですね、心の中で笑ったというふうに聖書に書いてありますけれども、そのためサラがですね、赤ちゃんを宿したときに、二人は自分たちの不信仰を本当に反省したのではないかと思うんです。でこういう背景があった中で、神様はですね、イサクを捧げるように命じました。で、神様はですね、イサクから多くの子孫が生まれるというふうにも約束されていたわけです。で、その約束に対して
のアブラハムの信仰がここで試されたわけです。イサクを犯罪として捧げて、殺してしまえばもう子孫がそこから増えるということはなくなってしまうわけです。それでもなお子孫が増えるということをですね、信じるかで、モリアの山まで3日間ですね、アブラハムは本当に神様に祈り続けたと思います。そしてこの3日の間に、その信仰の戦いにですね、アブラハムは勝利して、イサクを捧げようとするわけです。それはですね、イサクを捧げても主が再び復活させてくださると信じることができたからです。10章の19節には、アブラハムは神が人を死者の中から生き返らせることもおできになると信じたのです。そしてローマ4章の17節には、私はあなたを立てて多くの国民の父としたと書いてある通りである。彼はこの神、すなわち死人を生かし無から有を呼び出される神を信じたのである、というふうに聖書に書いてあります。アブラハムはですね、今までの神様の導きを信じ、そしてこれからも必ず神様が導いてくださるということを信じた。これはですね、終わりの時代を生きる私たちにも本当に、必要な信仰ではないかと思います。続いて火曜日ですね、見えないものを信じたモーセということですけれども、ヘブル11章にはですね、信仰によってモーセは成人したとき、パロの娘の子と言われることを拒み、罪の儚い陥落に吹けるよりはむしろ神の民と共に虐待されることを選び、キリストの上に受けるそしりをエジプトの宝に勝る富と考えた。それは彼が報いを望み見ていたからであるとあります。モーセもですね、アブラハムと同じように大きな決断をした一人のだと思います。40歳、12歳までは母親のもとで育てられましたけれども、それから40歳になるまで王宮で育ちました。当時のエジプトっていうのはですね、世界最強の国家である、その王宮でですね、必要なものは何でも与えられて、みんなが羨むような生活をしていたじゃないかなと思いますけれども、しかしそれはですね、モーセにとって、最も大切なものではありませんでした。で、モーセは自分にはですね、使命がある、そして目的があるということを信じて、奴隷たち、イスラエルの民たちのリーダーになるということを決断していきます。出エジプトの後の40年というのはですね、本当に、苦難に満ちた網だったかもしれませんけれども、でモーセがですね、それをどこまで見通していたかというのはちょっと分かりませんけれども、この決断、彼が決断したその信仰の大きさというものをですね、考えたいと思います。今世の中ではですね、こう勝ち組とか負け組っていうような言い方をしてますけれども、
聖書ではですね、本当の勝ち組、勝者とは誰なのか、それはイエス・キリストと共に生きる者、イエス・キリストを主として生きる人、それが本当の勝ち組であるというふうにですね、このヘブライ人の手紙からですね、パウロは訴えているんじゃないかと思います。続いて、水曜日ですね、水曜日はラハブのことについて書いてあります。今までのですね、アブラハム、モーセと続いてきたんであれば、テキストにも書いてありますけど、次はヨシアというふうにですね、信仰の勇者がこう続いていくんじゃないかというふうに私たちは思ってしまいますけれども、そこでですね、突然こう、異邦人の、しかも娼婦であったラハブの名前が出てくることをですね、すごく普通に考えたらちょっとびっくりするような流れですけれども、11章31節には信仰によって遊女ラハブは探りに来た者たちを穏やかに迎えたので、不従順な者どもと一緒に滅びることはなかったとあります。このラハブっていう人物はですね、おそらく、誰も注目しないような人だったんじゃないかと思います。女性、当時はですね、女性は男性に比べて劣った存在というふうに言われていました。そして娼婦であった、この異邦人、異教の中にあっても娼婦というのはですね、おそらくもう汚れた職業だったに違いないと思いますけれども、で、聖書の価値観から見ればなおさらそうだと思いますけれども、そして異邦人であった、もうユダヤ人がこう嫌うものが揃っているというのがラハブという女性だったんじゃないかと思います。で、このラハブのですね、後にも何人か名前が出てくるわけですけれども、その名前はですね、何人、名前だけの羅列になってくるわけです。でアブラハム、モーセ、そしてラハブという、続いてこのラハブは本当にこの中にですね、とても大事なメッセージが浮かび上がってくるような気がします。このですね、聖書の福音というのは誰に対しても有効なんだ、あのラハブでさえも救われた、そしてそのラハブはイエス・キリストの家系図に名前が記されているんですね。それと同じように、私たちがどこの誰であっても、そして過去にどんな罪を犯していても、で今もそうであっても、悔い改めてキリストを信じるならば、あなたの罪は許されて救われるということがですね、この箇所を見て聖書は語っていることではないかと思います。神様はですね、すべての人にこの救いっていうのを望んでおられると思います。で、私たちは、自分自身がこのラハブのような
存在だと思ってしまうことがあるかもしれません。罪深く、そして滅びがふさわしい、そんな存在のように感じてしまうことがあるかもしれませんけれども、決してそうではない。ということをですね、このところから私たちは学ぶことができると思います。木曜日ですね、ヘブライ12の1から3を読んでくださいとありますけれども、こういうわけで私たちはこのような多くの証人に雲のように囲まれているのであるから、一切の重荷と絡みつく罪とをかなぐり捨てて、私たちの参加すべき競争を耐え忍んで走り抜こうではないか。信仰の導き手であり、またその完成者であるイエスを仰ぎ見つつ走ろうではないか。彼は自分の前に置かれている喜びの上に恥をもいとわないで十字架を忍び、神の御座の右に座するに至ったのである。あなた方は弱り果てて意気粗相しないために、罪人らのこのような暗行を耐え忍んだ方のことを思い見るべきである。すべての重荷や罪をかなぐり捨てて、自分に定められているこの競争を走り抜きましょうというふうにパウロは言っているわけですけれども、これはすべてあなたの頑張りによって、またあなたの忍耐力によって、それが成し遂げられるということでは決してないと思います。今読んだ御言葉の中に、あったようにですね、信仰の創始者はイエス・キリストであり、そしてその信仰を与えてくださるのもイエス・キリストです。テキストのですね、ところには3つ、まあ読み方によっては4つですね、ポイントが書かれています。第一にですね、イエス・キリストはこの競争を完全に走り切った。そして第二に、イエス・キリストの生涯は私たちがそのレースを走り切ることが可能なんだということを証明してくれた。そして三つ目に、イエス・キリストは神と共におられるお方として、イエス様が私たちに神様に忠実である生き方っていうのはこういうことだということを見本として示された。そして、4つ目、イエス・キリストは信仰の完成者であり、この道のりを走り抜いたイエス・キリストが私たちのモデルであり、私たちの信仰を完成させてくださる方だということだと思います。この今まで出てきたですね、過去の信仰者たちのような信仰を私たちが持つために重要なことは、イエス様を見つめることだと思います。イエス様から目を離さず、そしてイエス様の本物の信仰を見つめ続けることではないかと思います。私たちにですね、こう信仰を与えてくださったのはイエス様で、そのイエス様は、このようにヨハネの夜福音書で言っています。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだのである。そしてあなた方を立てた、それはあなた方が行って実を結び、その実がいつまでも残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父が与えてくださるためである。
イエス様が私たちの信仰を導き成長させてくださいます。そして最後には完成させてくださいます。ピリピですね、 1-6 にはですね、このように書いてあります。あなた方のうちに良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのです。イエス様がですね、私たちの信仰の始めであり、そしてまた終わりである、完成させてくださるということをですね、信じてですね、日々の歩みを過ごしていきたいと思います。そこにですね、すべての鍵があるのではないかなと思います。それではですね、お祈りを持って、この教科研究の時間を終わりにしたいと思います。天の神様、安息日を感謝いたします。聖書研究ガイドの学びをあなたがお導きくださいましたことを感謝いたします。私たちは信仰の模範としていつもイエス様を見上げつつ、これからも生活していくことができますように、一人一人を強め、その信仰をお守りください。この時間を心から感謝し、愛するイエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。
はい、小学生の皆さん、おはようございます。それでは子どもの教科研究の時間を持ちたいと思います。一言お祈りして始めたいと思います。神様、今から子どもの教科の勉強をいたします。今日はお祈りについて学びますけれども、どうか私たちがよく理解できますように、一人一人を強めてください。この時間を感謝し、愛するイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。はい、ごめんなさい、失礼いたしました。今日はですね、第11課、神様とお話しできるの?というですね、テーマで勉強していきたいと思います。では、暗唱聖句をみんなで読みたいと思います。はい、3、はい。私の祈りが身元に届きますように、私の声に耳を傾けてください。詩編88編3節。ねえ、神様はどんなことでも知っておられるんでしょう。何も言わなくても僕のお願いを分かってくださっているはずだよね。それなのにさ、どうしてお祈りする必要があるの。そうよね、イエス様は神様なのにどうしてお祈りされたのかしら。そこにお祈りが大切だというわけがあるんだよ。神様は私たちが必要なものを知っておられます。そしていつでも一番良いものを私たちに与えようとしてくださいます。いつも熱心にお祈りしているけれども、神様は聞いてくださらないと思っている人はいませんか。神様はすべてのことを知っておられるお方です。私たちに一番良い時に一番良いものを与えたいと思っておられます。もしあなたが、神様、自動車をくださいとお祈りしたとしても、神様はもっと大きくなって自動車の仕組みや運転の方法、交通のルールを学んでからと考えられて、すぐにはお祈りを叶えてくださらないかもしれません。神様があなたに一番ふさわしい時に与えてくださると信じて祈りながら待っていましょう。せっかく神様が祝福を用意しておられても、私たちのところへ届かないことがあります。なぜだと思いますか?それは私たちの心の中が他のものでいっぱいになっているからです。まず神様の祝福を受けることができるように、私たちの心を準備させてくださいとお願いしましょう。それはちょうどテレビを見ることに似ています。テレビの電波は放送局からいつも流れています。でもテレビのスイッチを入れ、チャンネルを合わせないと見ることはできません。お祈りは神様の祝福をいただくための心のチャンネルを神様に合わせるようなものなのです。
聖書にはイエス様は朝早く人のいない静かな場所に行き熱心にお祈りしておられたと書いてあります。イエス様は神様ですから本当はお祈りをしなくても何でもできたはずです。しかしイエス様は人間と同じように生活されたので私たちと同じように神様から力をいただき助けていただく必要がありました。私たちが熱心に神様にお祈りすれば神様はその願いを聞いてくださることをイエス様はお手本として教えてくださったのです。私たちのために十字架で死んでくださったイエス様は私たちと神様をつなぐ役割をしてくださいます。ですから私たちはイエス様のお名前を通して神様にお祈りするのです。イエス様の皆によってお祈りいたしますというのはそのためなのです。お祈りの一番最後に言うアーメンという言葉はその通りです。心から信じますという意味です。主の祈りは私たちが神様にどのようにお祈りをしたらよいかのお手本です。弟子たちにイエス様が教えてくださったものです。もちろん主の祈りだけでなく神様にはどんなことをお祈りしてもいいのですよ。こんなことをお祈りするのは変かなと思う必要はありません。お願いだけでなく心の中にあることを何でもお話ししましょう。辛いこと、悲しいこと、悔しいこと、どうしようもない気持ち、嬉しいこと、何でも神様は聞いてくださいます。誰にも言えないことでも、何でも神様とお話しましょう。私たちを愛してくださる神様は、私たちのお祈りを喜んで聞いてくださいます。こんなに嬉しいことはないですね。みんなも毎日神様にお祈りしていると思います。ご飯を食べる前や寝る前にお祈りしていることが多いかなと思いますけれども、それ以外でもどんな時でも神様にお祈りをして神様とお話しすることができます。神様は必要な時に私たちの願いを叶えてくださるということを覚えたいと思います。それでは問題をやっていきたいと思います。神様とお話しすることをお祈りと言います。いつでもどこでもどんな時でもできます。スタートからお祈りという言葉を7回繰り返してゴールに行きましょう。1回通ったところは通れないよ。これなかなかね難しかったです、お祈りというところを7回お祈りという言葉を7回繰り返していかなくてはいけません。では行ってみましょう、はい、お祈り1回目ですね。お祈り2回3回4回祈り5回2の6回お祈りゴール7回ですね。皆さんはできましたか？はい、では次に行きます。
熱心にお祈りしているのになかなか聞かれません。なぜでしょう。ではどうしてというスタートのところから熊さんに言っていただきましょう。はい、ぐるぐる回って。はい、一番ふさわしい時に一番良いものをあげたいと思っているから。神様は一番いい時に私たちに一番ふさわしいものをくださいます。はい、こういうルートでしたね。はい、では次です。神様の祝福を受けたいです。準備をさせてくださいとお祈りしましょう。同じ絵が2つあります。どれとどれですか。みんな似ててね、どれとどれだかよくわからないね。よく見てください。答えはこれとこの人と、はい、この人ですね。この2つが同じ絵です。はい、では最後の問題。長い、縦に長い迷路ですけれども、下がスタートです。イエス様の御名によってお祈りしますというところからスタートします。で、途中で真ん中あたり、十字架で死んでくださったイエス様というところまでまず行きたいと思います。ちょっとちっちゃくてよく分からないかもしれないけれども、はい、今途中の十字架で死んでくださったイエス様というところに着きました。ではここから最後のゴール、神様を目指したいと思います。私たちのお祈りはイエス様の御名によってお祈りしますと言いますね。イエス様が私たちのお祈りを神様につないでくださっています。はい、では来週は第12課、イエス様はまた来られるの？というテーマでまた来週勉強していきたいと思います。また来週もこの時間にみんなとお会いできればと思います。それでは最後にお祈りをして終わりにしたいと思います。天の神様、今日はお祈りについて学びました。私たちがいつも思っていること、考えていることを神様にお祈りを通して打ち明けることができますように。神様は必要な時に必要なものを与えてくださると私たちが信じて生活できますように。これから始まる1週間の一人一人の生活もどうぞお守りください。この時間を感謝して愛するイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。